はい、こんにちは、こんばんは。まこきたさんです。本日7月7日火曜日、七夕ですね。はい。今日から、今日の11時から、ピックアップガチャ第1弾が来ます。この辺のリーク情報は、私がフォローしてます、ツイッターでフォローしてます方からのリーク情報であります。で、ラストショーがスキルチケットということと、あと、ブルーフェアリーとか、パレードティンクとか見えてますけれども、ツムリストはどうなんでしょうかということで、次いきます。ブルーフェアリーが1体、パレードティンクが1体、パイレーツステッキが2体、マーナが2体、パッチが1体、ロマンスアリエルが1体、パステルアリエルが1体、パイレーツミッキーが2体、マウイが2体、デイビー・ジョーンズが2体となっております。ちょっとね、夏らしいツムも入ってますし、まあ夏とは関係のないツムも入っている感じですね。はい。で、ラストショーがスキルチケットということで、今回のツムの中で、利用価値があるとか、あったらいいなっていうのをこれから説明していきます。まずブルーフェアリーなんですけれども、これは3チェーンで特殊ボムが発生しますよということで、チェーン数を長くすればするほどボムの大きさも大きくなって、ボムをタップした時の消火範囲も広がります。で、このツムの、スキルは7月リリース予定の骸骨ミゲルと同じスキル表記なんですね。ただ、全く同じスキルかどうかというのは出てみないとわからないんですけれども、まずブルーフェアリーが常駐ツムであるので、わざわざピックアップで引く必要はないかもしれませんが、ここではスキルが難しいけれども、うまく使えばハイスコアとコインも稼げるということで、おすすめ質問として挙げさせていただいております。次はですね、パレードティンクですね。スキル発動するとフィーバーが始まるっていう、そういうフィーバー系のツムは、パレードミッキーとか、ルミエールとかいろいろいてるんですけれども、女の子のツムで唯一スキル発動でフィーバーが始まるツムなんで、例えばツム指定で女の子のツムを使って、ワンプレイで何回フィーバーしようというと、このパレードティンクしかないわけですね。なので、これはおすすめかなということです。で、次にモアナですね。で、モアナはですね、スコアボムを大量発生します。このスコアボムが出てくる、そのメカニズムというのは、次のスライドで説明しますが、かなり多くのスコアボムが、発生しますので、ワンプレイでスコアボムを、何個消そうっていうミッションの時は、モアナが大活躍します。まあ、ガストンもスコアボム出るんですけどね、モアの方がより多くスコアボムが出てくれます。で、あとパッチですね。これはお祭りドナルドと私比較動画出したんですけれども、パッチはコンボが2特化してます。ということで、この4体ですね、特にこの3体はミッションで大活躍するということで、おすすめツムとして挙げさせていただいております。で、引くべきか引かざるべきかということなんですけれども、コンボやフィーバー、スコアボムなどミッションで使えるツムを持っていない方は引くべきであると思います。で、ちょっとね、モアナでスコアボムが出るメカニズムなんですけれども、これ多分結構ね、知らない方いてると思いますので、ちょっとプレイ動画流しながら説明していきます。
まあ、あの曲付きなんですけど、もともとは曲付きのツムですね。はい。で、スキルゲージ満タンになりますと、ウェーブ状にあの消去します。下の部分をウェーブ状に。で、この、あの、今、スコアボードになったのはどういうことかというと、ウェーブ状の消去範囲内に、モアナのツムがいると、モアナのツム1個あたりスコアボムが1個出るということですね。はい。だからなるべく下にあのモアナがいてる状況であのスキル発動するとスコアボムが、出やすいということになっております。で、今ね、下に 1,2,3,4,5,6 体ぐらいね、あの見てたんで、まあなんか、はい、そんだけスコアボムが発生したということで、かなり出ますね、スコアボムが。はい、ということで、こういったあのミッションに特化したツムを持っていない方は、まあ引くべきで、まあそういうの持ってるけれどもという方でも、あのスキルチケットを45万コインで、買える。っていうのはそのピックアップガチャだけなので、まあ、あの私も引こうかなと思います。はい、ということで今回のピックアップガチャはかなりいいツムが揃ってるんではないかと思います。まあ、あの新ツムあと2体出ますんでね、引くか引かないかというのは、まあ、新ツムの方が、ね、まあ、欲しいと思いますので、そこはあの自分があの貯めてるコインと、であのちょっと考えてもらえ検討してもらえればと思います。はい、ということで、モアナスコアボム大量発生でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次は新ツムですかね、このピックアップが終わったら。残り2体はあの骸骨ミゲルとダンテということで、特に骸骨ミゲルの方がね、ブルーフェアリーと、どうスキルは違うのかって、スキル表記は同じなんですけれども、使い方がもっとあの簡単でになってればいいなと私は思っております。はい、まこきたさんでした。